急遽この日のためにですねバートを組みまして、それで1ヶ月前くらいからですね練習始めたんですけど、大体2回くらいしか練習できませんでしたので、曲がたった1曲しかできませんでした。たった1曲なんですけれども、皆様広い心でぜひ聴いてみてください。それではですね、最初で最後の曲になりました。では聴いてください。
ずはですね、今日はドラムで頑張ってくれてます、実はミスナポリになりました。マリリン翔士です。続きまして、エスコンウィングのですね、サックスの歌姫というのがですね、キャサリン・ナヨです。そして次、トロンボーンですね。こちら、この人がよかったら今日のバンドは結成されなかったと思います。ロバート・村上。そして、キーボードです。今日キーボードで、ね、初めてやっていただきまして、今日の2回目としてはかなりいい出来だったんじゃないかと思います。では名前ですね、ボーロボーの機械になります。そこから最後ですね、トランペットでございます。こちらの方はですね、僕の大先輩ですね、米トランペッターです。パルプって樋口。僕らのバンドのため見かねてベースで今日は登場してくれました。ワンツースリーだー。160ポイントギターです。この人は今日テストにもかかわらず急いで駆けつけてくれまして、間に合ったのが本当に幸いでした。こちらリメンバーコーダです。喋りでなるべく時間を尽くさせていただきました。本当に短いです。どうもありがとうございました。